はい、こんにちは。今回は UE4 の基本構造について動画にしようと思います。オンライン関連の情報も絡めようかと思ったんですが、実際自分で地雷をある程度踏み潰してからじゃないとちょっと人に説明できそうにないので、オンライン用の説明は自分の理解がもう少し進んだところでまた別の機会にやりたいと思います。その辺を待っていられない場合は、アルウェイ先生が最近オンラインにおけるフレームワークの解説をブログの方に、これですね、Let's Enjoy Unreal Engine のブログの方にオンラインにおけるフレームワークの解説を書いてくれているので、結構こう細かく図解もありつつ説明してくれているので、こちらの方を見ておくっていうのがいいかなと思います。で、今回は UE4 の基礎、この基礎を改めて学んでみましょうという回になります。UE4 がどういう構造でできているかを把握する上で、今回このゲームモードが一番話の中心になってくるんですけど、このゲームモードに入っているこのクラス群、ゲームモードで制御しているクラスに関して中身を再確認していきたいと思います。で、この動画のチュートリアルの中では、このデフォルトポーンクラス、これゲームモードの設定画面なんですけど、このデフォルトポーンクラスだけを差し替えるっていう形で、他はエンジンが提供しているデフォルトそのままっていう形でやってきたんですが、別のチュートリアルとかをやっている人は、このプレイヤーコントローラークラス、ここだったり、あとハットとか、この辺とかはよく触るかなっていう感じなんですけど、それ以外もいっぱいあるので、今回は一個一個確認していこうかなと思います。あと、このゲームモードの一番上にあるゲームセッションクラス、これがログイン認証およびオンラインゲームインターフェースを処理するクラスっていう形で書いてあって、このクラスを適切に扱うことでオンラインゲームができるようになるっていうクラスですね。このゲームセッションクラスに関しては、オンラインゲームを作る際に最重要になってくるクラスなんですが、オフラインのゲームを作る際はあんまりっていうか、ほぼ関わりがない部分になるので、ちょっと今回はオンラインではない形で説明をしていく上では、ここは今回は特に触れることはないかなって感じです。オンラインの時にちゃんと把握する必要があるクラスですっていう感じですね。次に、このゲームステートクラス、初期値だとゲームステートベースっていうのが入ってますが、これに関しては説明を見ると、このゲームモードに関するゲームステートのクラス、ちょっと説明としては足りてないですね。別のアンリアル公式の説明から抜粋すると、このゲームの状態に関するクラスで、ゲーム全体のスコアや時間、状態などに使われますっていう感じですかね。このあたり、初心者向けのチュートリアルなどでは、直接ゲームモードにあれこれ持たせることがあるかなと思うんですけど、本来、このアンリアルエンジン上の設計上は、そういうゲーム全体のスコアだったり、時間の管理だったり、ゲームの状態の管理なんかは、このゲームステートクラスで持つっていうのが、一応設計上そういう役割のクラスっていうのがここになってるみたいですね。この動画シリーズで言うと、まずカウントダウンっていうような値とかは、このゲームステートで持つべき要素だったみたいですね。あと、スコアなんかもゲームステートで持つのが、エンジンの設計上はここで持つべきっていうもののようです。レベルをまたぐ数値の、カウント、コインカウントだったりは、ゲームインスタンスで持っていた方が良さそうな気がしますが、本来はゲームステートで持って必要な時にゲームインスタンスに数値を渡すものという仕組みのようです。ただ、そうしなきゃいけないっていうわけでもないからか、あんまりこのゲームステートクラスを活用している例を、全く見ないわけじゃないんですけど、あんまり見ないかなっていう気がしますね。ただ、この辺おそらくまだちゃんと把握してないですけど、オンラインのゲームを作っていく上では、このゲームステートクラスを適切に使っていくっていうのが必要になってくるんじゃないかなと思ってるんですけど、ちょっとまだオンラインちゃんとやってないので、おそらくそうだろうということしか言えないって感じですね。設計上はここにこのゲーム全体のスコアだったりカウントダウンだったりとかを持たせるっていう設計になっているようです。で、次がプレイヤーコントローラークラス、ポーンを操作するインターフェースですっていう説明になるんですけど、
この動画シリーズ上では一度も触れてないこのクラスなんですが、デフォルトのプレイヤーコントローラーでもゲーム自体はできますが、プレイヤーコントローラーの使い方に関しては次の動画で紹介したいと思います。でその次、このプレイヤーステートクラス、このプレイヤーステートクラスに関しては、まあ、プレイヤーの状態を管理するクラス、ゲームエンジンの設計上、まあ、そういう扱いのクラスで、まあ、プレイヤーの HP とか MP だったり状態の管理、瀕死だったり毒状態だったりとか、そういうのを管理するためのクラスっていうものらしいですね。まあそうらしいんですけど、ちょっとこれに関してはなんかこうプレイヤーステートクラスっていうのを、まあ、ちゃんと使い分けているっていうデータを見たことがないので、まあ、もしかしたらなんですけど、まあ、3D のゲームであればアニメーション BP とかでアニメーションの状態がプレイヤーの状態みたいな感じで使われることもあるかなと思うので、このクラスを使う必要があんまりないのかなっていう感じになってるんですかね。あんまりこのプレイヤーステートを使ってるデータがない理由があんまりわからないんですけど、このプレイヤーステートが使われていない理由としては、アニメーション BP っていうアニメーションを司るブループリントが別にあるので、まあ、そっちがあるがためにこれを使う必要があんまりないっていう感じなんですかね。まあ、あとその HP とか MP くらいであれば、まあ、プレイヤーポーンに持たせてもそんなに重くないっていう判断なのかもしれないって感じですね。ただまあ設計上はプレイヤーの状態を管理するためには、まあ、そこのクラスで状態管理をするっていうのが、このエンジン設計上このクラスを使っていくっていうのが良さそうなんですが、まあ、あんまり使い分けてる人を見ないので使わなくても良さそうだなと思うんですが、一応ちょっとまあせっかくなんで、まあ、こういうものがあるっていうのを一応知ったので、ちょっと自分は試しに使い分けてみようかなと思っていますって感じですかね。ちょっとこのプレイヤーステートがあんまり使っているプロジェクトが少ない理由を誰か知ってたら教えてほしいです。で次がハットクラス、このハットクラスに関してはスクリーン上にオーバーレイされる要素を表示するための基本クラスということで、この動画シリーズ上ではゲームモード上でクリエイトウィジェットとかやっていたんですが、エンジンの設計的にはゲームモードとかプレイヤーの中でクリエイトウィジェットってやるんじゃなく、このハットクラスでヘッドアップディスプレイっていう形の画面上に配置するユーザーインターフェースっていう扱いのものを使うのは、ここのハットクラスに持たせるっていうのが、まあ、どうやら適切だったのかなっていう感じですね。まあ、今までこのゲームモードとか、まあ、プレイヤーの中にクリエイトウィジェットってやってこの UI を表示してたんですけど、まあ、ハット、まあ、適切な出し方は、まあ、ブループリントクラスから全てのクラスを選んで HUD で検索して、この HUD を選択して名前を、まあ、BPアンダーバー、まあ、プレイヤー、HUD とかにしておきましょうか。こういう形に出した状態で、まあ、ゲームモードでハットを設定をして、でそうすることで、まあ、これがハットですよっていう形になるので、まあ、ここの中身のイベントグラフのところに単純に画像とかを置くんであれば、まあ、このハット用の設定で、このドローテクスチャーとか、単純に画像を設定するだけではドローテクスチャーとかで、まあ、位置を設定したりだったりとか、まあ、あとはドローテクスチャーの場合は、まあ、画像を直接設定して FPS のテンプレートなんかだと、これを真ん中に十字の照準用の画像をここで設定したりとかしてあるかなっていう感じなんですけど、まあ、画像の設定の他には、あといつもゲームモードとかプレイヤーの中に入れていたものをクリエイトウィジェット、ウィジェットを作成っていう形で仮に当てて、あとビューポート、もしくはアドプレイヤースクリーンですかね。とりあえずアドビューポートにしといて、ここにアクセスする場合はどうなんですかね。ブループリントインターフェースだったり、まずこのハットクラスっていうのがどこから呼べるのかっていうところで、まあ、例えば今プレイヤーのところから呼ぶ場合、ゲットプレイヤーコントローラー、まずこのコントローラーっていうところから、コントローラーの子供要素みたいな形で HUD
ゲットハットっていうのがあるので、このコントローラーが制御しているハットを呼んできますよっていう形で、まあ、例えばブループリントインターフェースでここを呼ぶんだとしたら、まあ、これがこれイコールこれっていう形なのでって感じですかね。あとはキャストで呼ぶんだとしたらこれで BP キャスト to BP プレイヤーハットって呼ぶと、まあ、これで一応キャストで呼ぶっていう形ができるって感じですね。ここも変数化しておくと、変数化をしておくと、このニューバーっていうのを、あんまりキャストを推奨はしていないですけど、ここでニューバー、ゲットニューバー、セットはしないか。キャストで良ければこのまま持ってくることもできるしっていう形ですね。まあ、覚えておいた方がいいのは、このコントローラーの子供の要素みたいな形でゲットハットがくっついてるので、まあ、そこからウィジェットを制御するっていうのが、どうもエンジンの設計上はそういう作りになってるみたいです。次がデフォルトポーンクラス。まあ、ここはいつもというか毎回、ここをプレイヤーのキャラクターですよっていうところに設定をしていて、まあ、このデフォルトポーンっていうのがプレイヤー。うん。ゲームを操作しているプレイヤーが何ですかっていうのを設定するところで、まあ、これをノンにすることでプレイヤーが不在になるんですけど、まあ、この状態から始めてなんかどっかのタイミングでプレイヤーをスポーンさせるみたいなことで、まあ、そういう形であれば最初はノンでも、まあ、一応そんなになんかのエラーが出るとかっていうのは、このデフォルトポーンに対してキャストとかイベントとかを仕込んでいるとプレイヤーがいないよっていう形でエラーが出るかもしれないですけど、まあ、単純に通常の使い方をしている場合は、まあ、ここにが飲んであっても別に特に問題はないかなっていう感じですね。で、次がスペクタークラス。このクラスは感染機能に適したクラスを指定っていう形で書いてあって、特にこう FPS とかだとよくあるのかなっていう形で、死んだ後に、まあ、感染モードっていう形で、なんだろう、操作させたりとか、ゲームに関係ない形で、まあ、移動したりとかそういう形用のクラスっていうのをここに設定するみたいですね。ちょっとまあこの辺はまだあんまり使ってないので特に説明できるほどのことがわかんないですけど、まあよく、まあ、ゲームをする人だったら感染モード用って言えばわかるんじゃないかなって感じですね。で、その下がこのリプレイスペクタープレイヤーコントローラークラス。これに関しても、まあ、1個前の感染用っていうところと近い要素になってくるんですけど、リプレイって書いてあるところで、まあ、敵にやられた瞬間をもう一度確認するだったりとか、まあ、リプレイっていうとレースゲームとかでもリプレイっていうの形で使う機会があるかなって感じですね。一個上のやつはポーンを設定するっていう形のクラスで、こっちはまあコントローラーっていう形で、ちょっとまだコントローラーの説明をする前なので、ポーンとコントローラーの説明、違いの説明はちょっと後になるんですけど、リプレイモードを導入する場合は、まあ、この辺の設定の仕方みたいなのを、まあ、多分どっかに説明があると思うので確認してみる必要があるかなっていう感じですね。この辺使わなくても多分できるんですけど、一応ゲームの設計上はまあここで使うと仕組み的には簡単に作れるのかなっていうものになるかなって感じですね。で、この最後ゲームモードの設定項目の中の一番最後のサーバースタッドリプリケートクラス、これに関しては、まあ、説明を読むとサーバーのスタッドネットデータをリプリケートするためのクラスって書いてあるんですけど、ちょっとまあいまいちよくわかんないですね。スタッドネット、オンラインのゲームを作っていく上では徐々に必要になってくる要素な気がするんですけど、サーバーのスタッドネットデータをリプリケートするためのクラス、ちょっとオンラインゲームを作るときにもう一度確認する必要があるかなっていうクラスになってます。基本的なクラスは、まあ、これくらいっていう形で、もう一つこのクラスではない、このゲームモードに付随するクラスではない要素として、この、まあ、プロジェクト設定のマップ&モードの、まあ、一番下にあるこのゲームインスタンスっていうところ、まあ、ここのゲームインスタンスを、まあ、動画上でもここを設定してると思うんですけど、まあ、ここに指定するゲームインスタンスの中にまあ、レベルをまたぐ情報を管理するマネージャーオブジェクトっていう説明になるみたいなんですけど、まあすごい便利なので、まああれもこれも持たせたく、このゲームインスタン、まあ、なんだったらこれにいろんなリファレンスデータとかも持たせることはできるんですけど、まあ、この辺に関しては、まあ、エピックゲームズジャパンの
おかずさんの配信で、まあ、簡単な数値とか以外はあんまり持たせない方がいいですよっていう注意があったので、まあ何でも持たせることはできるんだけど、あれもこれも持たせると、まあ、おそらくゲームが重くなったりとか、まあ、そういう原因になり得る要素だったりすると思うので、まあおかずさんが言っているように数値だったり、まあ、ちょっとしたフラグ管理程度で、まあ、あんまり大きいデータをリファレンスデータを持たせたりとかしない方が良さそうだなっていう感じなので、まあ、そういう使い方を、まあ、よくする人はちょっと気をつけた方がいいかなっていう感じですね。ともう一回この UE4 の基本構造の一覧を確認しながら、まあ、ゲームモードが基本的に一番上の要素っていう親の要素っていう形になっていて、まあ、このゲームモードと別にレベルっていう存在があるんですけど、とりあえずゲームを司る要素としてゲームモードっていうのがあって、ゲームセッションクラス、ログイン認証およびオンラインゲームインターフェースの処理をするクラスっていう形で、このゲームステートクラスっていうのが、まあ、ゲームの状態を管理するクラス、スコアだったり時間だったり、まあ、ゲームの進行状況の状態だったりっていうところを管理するクラスっていう形で、プレイヤーコントローラーっていうのが、まあ、ポーンを操作するインターフェース、プレイヤーステートクラスっていうのが、まあ、プレイヤーの、まあ、名前だったり HP、MP、状態っていうあたりを管理するクラスっていう扱いで、でハットクラスっていうのが、まあ、ゲーム上の UI、ユーザーインターフェースっていうあたりを制御するのはこのハットクラスで、デフォルトポーンクラスっていうのが、まあ、プレイヤー操作するプレイヤーのポーンクラスっていう形で、スペクタークラスっていうのが、まあ、観戦用のポーンを設定するっていうクラスで、リプレイスペクタープレイヤーコントローラークラスっていうのが、まあ、リプレイを制御するためのコントローラーをあてがうためのクラスっていう形ですね。でこのサーバースタッドレプリケートクラスっていうのはちょっとまだ自分には把握できていないので、ちょっとどっかのタイミングでとちゃんと把握したいなと思います。であとはまあゲームインスタンスっていう形で、このゲームモードと別というか、まあレベルをまたいだ情報を管理する形でゲームインスタンスっていうのがありますって感じですね。でまあこれをこのチュートリアルの前半とかでやっても、でまあこういうもんなんだよって言ったとしても、多分半数以上の人はどういうことっていう感じになりそうなんですが、ミニゲームを1本とか2本作ったくらいであれば、ああそう、このゲームステートクラスっていうところでまあ扱うべきものだったなっていうのが見えてきたりとか、プレイヤーステートクラスでプレイヤーの状態のデータをまあ置いとくと良さそうだなっていうような部分だったりっていう気づきなんかが、多分ミニゲームを1本か2本作った後でないと見えてこないような気がしますね。とにかく動くものを作るっていうだけが目的であれば、今までみたいにこのデフォルトポーンクラスに全部のゲームカウント だろうが、まあ、ウィジェットハッド情報だろうが、まあ、入力も含め、このポーンクラス、プレイヤーポーンクラスで全部持たせるっていうこともできてしまうっていうのは、多分今までの工程でできるっていうのがなんとなく把握できると思うんですけど、本来適切なのはそういう形で適切な入れ物があるので、そこに分散させていくのがいいんですが、ミニゲーム、本当にミニゲームの段階だと、プレイヤーキャラクターに全部書き込んだとしても、まあできちゃうよねっていう感じですね。いくつか別のチュートリアルをやったりした時にも、まあ、あんまりこうここにこれを入れなきゃいけませんみたいな話をしてる人が誰もいなかった、誰もっていうか、まああんまり見なかったので、まあ、入れなきゃいけないっていうことではないですけど、まあ、一応このエンジンを開発した側の用意した箱っていうのがあるので、プレイヤーキャラクターにいろいろ持たせるとデータの読み込みに時間がかかってしまったりだとか、いろんな問題が出てくるので、初心者から脱却するためには、まあ、適切な場所にデータを置いて管理していくっていうのが、まあ、おそらくいいんだろうなっていうのが一応今回の説明っていう形で、こういう箱があるっていうのを、まあ、知っといた方がいいだろうなとは思います。という感じでUE4 のフレームワークというか、まあ、構造の基礎を改めて確認してみました。間違いなどがあったら指摘してもらえると助かります。で次回はこの中のこのプレイヤーコントローラークラスの使い方の基本の動画にする予定です。まあ、その辺にも興味がある方は次回もよろしくお願いします。